セビリアの風景アロンソ・サンチェス・コエリョは、スペインルネサンス期の肖像画家。スペイン黄金時代美術の代表者の一人、フェリペ2世の4人目の王妃アナでアウストリア、アロンソ・サンチェス・コエリョは、10歳前後に、父親が死ぬまで、幼年時代を、バレンシア近郊のベニファイロ・デレス・バルスで過ごした。彼は、祖父の家のあるポルトガルで教育を受けた。ポルトガルで暮らした年月と、 彼の一族のポルトガル語のせいから長いこと彼がポルトガル人であると信じられてきた。祖父はポルトガル王ジョアン三世の進化であり、王は若い画家を1550年頃にフランドル人の画家アントニス・モルのもとへ勉強のため送り出した。彼はアラス司教アントワーヌド・グランベルに仕え、モルから絵を学んだ。フランドルにいる間、コエリョは ティツィアーノの模写をして過ごしたという。1552年、コエーリョは、死のモルトリスボンへ戻った。モルは神聖ローマ皇帝カール5世から、ポルトガル王家の肖像画を描くよう命令されていた。数年間、コエーリョはポルトガルに残り、王太子ジョアンの宮廷で働いた。ジョアンが若字にすると、コエーリョは、ジョアンの未亡人フアナでアウストリアに推薦されて、フェリッペ2世の宮廷へ移った。 1555年、コエイリョはバリアドリッドの宮廷で働き、1561年にモルがスペインを離れた後、コエイリョが宮廷画家として死の後継となった。コエイリョは1560年か1561年にバリアドリッドでルイサ・レアルテスと結婚し、七死を設けた。コエイリョの娘、イサベル・サンチェスは画家となった。彼女は、 父親の工房で学び父を助けた。コエールはトレドの宮廷へ移り、最後に1561年にマドリードに落ち着いた。コエールは宮殿内のほとんどの宗教画を描いた。特にエルエスコリアル修道院がそうである。フェリペ2世は彼を工遇して、彼の二人の娘たち、イサベル・クララ・エウヘニアとカタリーナの大父とした。画家は王の個人的なお気に入りとして、 名誉も富も得て、人生の残りを宮殿で過ごした。彼の弟子は、フアン・パントー・ハデラクルス、フェリー・ペデリ・アーニョである。ロペ・ゲベガは、コエイリョの作品を称賛した。コエイリョは1588年8月8日に、マドリードで死んだ。コエイリョは、ティツヤーノの追従者で、彼のように、肖像画に優れ、一人の人物を、鎧以の織物、ドラペリー。 ソーシングに至るまで細微に描いた。モルからは、コエリュは表現の正確さを学んだ。ティチアーノからは、彼のベネツィア風の金色のトーン、寛容な労働者精神、キャンバス状の光の使い方を取り入れた。コエリは、宗教画と肖像画の両方を描いた。宗教画は、エルエスコリアル修道院に飾るためのものである。彼が思い出されるのは、彼の描いた肖像画のためである。 絵画はポーズを楽にすることと、その実行によって、目立たされた。威厳と表現の厳粛さが色彩を温かなものにした。モルとキツヤーノから影響を受けた絵の才能によって、これらの肖像画は、スペイン宮廷に展示された。1580年頃に描かれた、フェリッペ2世と、1571年に描かれた、イサベル・クララ・エウヘニア・王女像は現在どちらも、プラド美術館にあり、 彼の洗練された作品と言われる。彼の宗教画はサンヘロニモ教会にある。コエイリョの肖像画家としての評判は無数の模写と岩作のせいで彼の名を落とし消えていった。彼のモレの仮は明白であり、コエイリョは宮廷の肖像画に特徴ある品質を持ち込んだ。色彩の鋭い感覚、出来栄えの爽快さ、現実主義を増したことである。コエイリョについて、 何の伝記も書かれたことがなく、そして彼の作品の多くは未だに、同時期の宮廷画家、ソフォニスバ・アングイン・ソラと、彼の同僚、フアン・パン島派ハデラクルスのものと混同されている。1990年、プラド美術館は、コエリョとフェリペ二世宮廷の肖像画という展示を、開催した。ありがとうございます。